ガレージの床塗装 DIY した人から問い合わせが来た。自分でやったのはいいけど膨れて割れて剥がれてるんです。確かに写真見る限りは割れて剥がれてる。ガレージに車入れられなくて困ってるそうだ。そして見に行った。足跡があるね。これ恐竜の足跡じゃなくて人の足跡でしょ。ああ固まってないね。これ硬化不良起こしちゃってるね。ああトカゲくんもね、なんかくっついちゃったまま固まってますね。これ取るとき嫌だな。そんなわけで専門職が全部剥がしてやり直しをすることになりました。これね、簡単そうに見えるけど10年ぐらいやらないとね、物にならないと言われてるんですね。綺麗にやるのは本当大変なことなんです。ローラーで施工する薄膜ならともかくね、厚膜を素人がやるのは無理です。